2015年4月某日、日本国東京都守宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。どうもーす。はあ、結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く上がれたんだが、ま、おかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。お？ヒイラギ？見間違いじゃない？あいつこんな繁華街をうろつくようなやつ。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。おいおい、ジョーちゃん、釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視？なんだかお兄さん、そろそろムカついてきちゃったな。見れば見るほど綺麗な顔してるじゃねえか。笑顔の一つくらいさ。あんま怖がらせんなよ。その制服、確か守宮学園だろ。結構いいとこ通ってるじゃん。たまには俺らと思いっきりハメ外そうぜ。あいつらチーマーか。どこかで見たような。仕方ねえ。おい、あんたら。なんだ。赤いヒビ？現れたわね。なんだよ。何が起き、ヒイラギ！
なんだ、何が起き、あ、おいおい、一体何の冗談だよ。夢？それにしちゃ意識がはっきりしてるような。綺麗っつうか、さっきまで確かにあのヒラキ、あのチーマーどももいねえ。わけがわかんねえ。ここでうだうだやってても仕方ねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。なんだか薄ら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは県外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒラギ、反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。あれはヒイラギに、さっきの無事みたいだな。ったく心配させやが。ソウルデバイス起動。遺伝エクセリオンハーツ。
無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて。なあ、ヒイラギ、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明すぎるっての。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢。少なくともあなヒイラギ。でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい、時坂くん。やっと目が覚めた。おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど大丈夫？怖い夢でも見たの？しおり、いや、なんでもね。ただちょっと昔のって、なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてっておばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思ったら、制服のままベッドに入るなんてさすがにだらしなさすぎるよ。
制服って。あ、また夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日はあれ、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ俺。もうこうちゃんってば、起こしに来て正解だったみたい。ほらシャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も。お前は俺のお袋かよ。散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど、その分長く楽しめた気がするね。ああ、ほらこうちゃんも急ごう。もうふう、俺は眠いんだよ。もう2年生になって、それに先生に怒られるのは、まあな。どうした？多分気のせいだと思うから。いいよお二人さん。おはようコウ。おはよう亮太君に、純君も。なんだ一緒に来たのか。そこでちょうど一緒になってさ。お前らの方こそ今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいねこの子ら。誰が夫婦だ。誰が。朝っぱらからうるせえっつの。あらこうちゃんたら、もしや照れてらっしゃる。バカ言ってんじゃねえバカ。もう二人とも相変わらずなんだから。2年生になって、でもまたみんなと同じくらうん、本当に改めて今年もよろしくね。こちらこそ。げっ、もうよれ。ああもう余裕だったのによ。とっとと教室に行くぞ。みたいな不愛想な奴のいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係ねえだろが。たく、よりにもよって俺のクラスの担任になるとは。いいじゃない、別に仲は悪くないんでしょ。新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごく分かりやすいよね。いや、それは結構なんだが。こら、
授業中におしゃべりしない。違うの、ついいつもの癖で呼んじゃっ、やっぱ最悪だ。もうおしゃべりしているからだよ。ちっ、羨ましいやつ。とにかく問題を解ける人は、ちょっと先の、はい先生。じゃあ柊木さん、前に出てくれる？はい。合っているかは分かりませんけど、こうでしょうか。知識も完璧だね。よくわかったね。よかった、予習していた範囲が当たってくれたみたいです。それそつなく、くしびれるね。さすがは帰国子女、俺らとは頭の出来が違うぜ。柊木明日香か。まだあんまり話したことはないが。なんだ、こうちゃん。実際ずりーよな。幼馴染だけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディな若いおばさんでも現れるのか。いいねーよそんなの。りょうたくん、最近ずっと似たようなことを言ってるよね。はあ、いい加減聞き飽きたってば。だってまさかのコウ君だぜ、いつもの癖なんだぜ。まあもう何度もうるせえ。大体お前どっちかっつーと年上好みじゃなかった。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。バッカ、トワちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ。こうなったら俺も今年こそはめくるめくバラ色の子。ああ、去年は初っ端からあろうことか順に。だ、思い出させんな。あれは俺の黒歴史なんだからよ。ちょっと懐かしいね。そういえばこうちゃん、柊木さんと何かあったの？あ、その勘違いだったらごめんね。なんとは先生の授業あたりから。それは、へえ、こうまさかと思うが、あの柊木、今年からこの学園に編入した柊木明日香と言います。しばらく米国に住んでいたので、日本の学校には同じクラスの一員として、皆さんと充実した学園生活どうか。容姿端麗にして成績優秀、それを4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨している。だから、ただちょっと、いや何でもねえさ。
そういや俺のことより、今朝正門のあたりで妙に後ろを。それは、うん、実は最近ちょっと気になることがあって。気になること？近頃変な気配を自分の後ろに。何か、まさか。多分ちゃんと確かめ。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか。もう亮太ってば、もう少し真面目に考え。なんていうか、人の気配とはちょっと違うような気。やだな、しおりちゃん。ま、とにかく何かあったらすぐ言えよ。バイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいはできるだろうからな。こうちゃん、ありがとう。りょうたくんにじゅんくんもあまり心配しないでね。ここまで。みんな気をつけて帰ってね。ヒラギさん、号令をお願い。起立で。さてと、今日のお勤めもようやく終わった。みんなでどこかに遊びに行かね。なんだやぶから棒に。いや、今日は部活が休みでさ、親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえから。そっか、僕は別に構わ。私も家に連絡を入れたら大丈夫。こうちゃんはどうする？ああ、悪い。マジかよ、バイトって昨日じゃなかったのか？ああ、今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな。いつも他のバイトを紹介とかしてもらってるから、なかなか断れないんだよ。たく、相変わらずだな。コウの家って先月からご両親が海外出張中なんだっけ？1年くらいって聞いたけど、そんなにお金に困ってるの？ううん、おじさんたちから生活費は十分もらってるはずだよね。いろいろ差し引いたら小遣いなんて全然残らなくてな。それに俺にとっちゃバイトが部活みたいなもんだしな。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おっす、とわちゃん。もう、とは先生でしょ。でも中学からってアルバイト。そっか、じゅんくんは高校からだから知らないんだ。こうちゃん、表向きはお。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだってね。それ、いいですか、こうくん、深夜アルバイトは高速違反です。いとこだからって見逃してあげられないから。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから。ああ、もうわかったわかった。つうか学校でコウ君はほんとやめてくれ。
キカの新曲の発売日、明日と思ってたら今日だった。急がねえと初回版がなくなっちまう。ああ、俺のバカ。
れた。と2年生の教室はさすがに行きづらくて。コウ先輩？あ、そうそう、お父さんも先輩。ストップ、悪い、すまん。覚えてないんですか？ああ、でもそっか、そうですよね。ソラです、生島ソラ。ほら、ここ。お前、ソラ坊か。じっちゃんのところに修行に来ていた。懐かしい呼び方。もうひどいですよ。さっきトワさん、トワ先生に挨拶した時はちゃん。悪い、しかし驚いたぜ。確か九州の方だっただろ、引っ越してきたのか。あ、いえ、私ひと生島流を極めんとするならば若い。そんな風にお父さん、うん、それで東京組んだりまで。相変わらずの武術一家だな。うん、しかし変われば変わ、え、3、4年前は髪型も格好も、それがスカートなんか履いて。あ、もうそれは忘れててくだ。ソラ、こんなところで何油を売って。おう、相沢か。これから部活か。そう、そこの空とね。なんだ、知り合いだったんだ。そろそろ稽古始まるわよ、空。先にどう。あ、はい。なるほど、からっそうなんです。今日のところは失礼しますね。そうそう、ここの絵の道場にも週1くらいで顔を出すつもりです。よかったらそのうち組手でも付き合ってください。それでは。やれやれ、こんなところで再会するとは。しかしここの絵の時坂くんも今帰り？あ、ああ、ヒイラギもか。クラス委員の仕事で少し呼ばれて。それでさっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ、子供の頃の知り合いってだけだ。昔じいさんがやってる道場で何度か。道場？へえ、ちょっと意外だわ。ま、最近は全然か。どうした？いや、ヒイラギとこうして話すのもなんだか珍しいと思ってな。同じクラスになってからまだほとんど話してなかっただろ。そうね、せっかく同じクラスになれたし。あら、ああ、なあヒイラギ、昔どこかで会ってた。面白い人だったんだな。でも口説き文句としてはちょっとベタすぎかしら。今時ステイツの男の子だってもう少し工夫すると思うわよ。そんなんじゃねえっての。ああ、もう何でもない、今のはとっとと忘れてくれ。聞いてみたいこと。昨日の夜のことよ。何をしていたか。え？
なんだ赤い裂け目と。あれ、昨日の夜遅くまでバイトが長引いて深夜のアルバイトをしてるって噂を聞いて。バイトもいいけどほどほどにね。ああ